ゴール下の強さはチームナンバーワン、アブドーラ・クーソーです。おそらくキックオフとなります。さあ、会場にお集まりいただいた茨城ロボッツは今日明日どちらかの試合を勝てば、ここは茨城がボールをキープして外から福澤のスリー落ちましたが、25番平尾がしっかりとリバウンドをキープして、まず先制点は茨城です。佐々木がボールを運ぶ中でラベネル、ラベネルが中に入れるか、入ってきた、強い、ここはバスケットカウントワンスロー。ラベネルボールを素早く回す、24番佐々木の、ここはカットイン決まった。石川はここはゆっくりと組み立てます。時間をたっぷり使ってという攻撃の熊本、外から狙ったスリーが決まった。さあここで差を詰められるか、タプスコットの突破、強引に来ました。ラベネル、石川外からスリーだ、決めてきた。石川も今日2本目。ヨーから外のコテラへ、コテラからタプスコット、タプスコットからトラソリーに、フェイダウェイ決めてきた。いやー、ここは茨城のディフェンスが少し機能してきたか。外へ、外から平尾、平尾のスリー、クォーター終了して58対49、茨城がじわりと差を開いたところでハーフタイムに入ります。平尾に対しては石川がつきます。タプスコットの外、決めてきました、スリーポイント。ここはシュートは打たない、鶴巻です。鶴巻から空想、外から平尾、今日4本目のスリーポイント、平尾厚信。空想外から狙った、おお、ミドルレンジから決めてきました。木田から佐々木のスリー、これは落ちました。リバウンドは鶴巻です。中村が切り込んできました。これで100点目。ここは早い攻撃見せました茨城です。デイビスにはしっかりとディフェンスついている、しかしそれでも決めてきました。残り時間3秒、1秒切りました。ここで試合終了。